ランタンフェリアカサカイ氏は、ミドリスダレイ氏族グループに属するランタンに富む鉱物。理想式は、コロフ3オムネ2王であり、結晶系は、単写象系である。三重県伊勢市の創上鉄ガ願交渉から発見され、2014年に、ランタンフェリアンドロスイ氏と共に新鉱物として、山口大学の鉱物学者、長島マリコラにより登録された。同地域から2013年に、 エイシマラにより、ランタンバナジウムカスダレイシが、東京大学物性研究所の浜根大輔らにより、伊勢港が新鉱物として登録されており、これまで、計4種類の新鉱物が発見されている。ランタンフェリア赤坂カカイ氏は、島根大学の鉱物学者、赤坂正秀の鉄ガ岩鉱床や、緑スダレイシ属鉱物の研究成果を称えて、命名された。 また、江島マリコは2015年にこの鉱物の発見により、日本鉱物科学会の桜井賞を授与されている。長島、M、西尾浜根、D、富田、N、皆川、D& 稲葉、S フェリカッサカイテ、アンドフェリアンドロサイト、ニューエピトテスーパーグループミネラルズフロムイセ、ミープリフェクチャー、ジャパン、ミネラロジカルマガジン、79。 735から753ありがとうございます。